はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。それでは、ね、三鎮聖光部の部の人について見ていきましょうということになります。まあ、読み方がいろいろあるというふうに覚えておいてください。まあ、柴田さんってまあ本名が斉藤光さんみたいな感じで、柴田さんといえば柴田さんもいるし、斉藤光さんといっても柴田さんのことを言うよねっていうのと、まあ大体同じと思ってもらえればいいんですけど、まあ部と呼ばれている人、つまり総社和国典の中では部と書かれている人は、まあ雄略天皇とイコールですよと。じゃあ雄略天皇って何ですかって、若竹の大君とイコールですよと。これイコールで覚えておいてくださいね。同じ人を指しています。いいですか。はい。まあ、だ松井先生だったりしたら、松井先生って言われても、松井塾長って言われても、松井健太って言われても、まっちゃんって言われても、まっつんって言われても、同じ人物を指すのと同じです。はい。武、雄略天皇、若竹の大君と、まあこういう風な感じになってますよということです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。